くそのとし子は、京都府出身の料理研究家。手軽に作れる、家庭料理のレシピを、数多く紹介している。神戸市外国語大学外国語学部、中国学科卒業後、イラストレーター、役者、コンパニオンなど様々な職業を経験した後、料理研究家となる。生倉竜ズボラ派料理研究家と自称しているが、手抜き料理を進めているわけではなく、 調理における無駄を省き、素材の良さを最大に引き出すレシピを紹介することで人気を集めている。料理を始めたのは小学校1年生頃で、母親が料理嫌いだったために幼くして一家の台所を担っていたという。2002年 TB チャンピオンの3分間料理を選手権に出場し、3分ジャガイモピザを作って優勝した。 現在タレントとしてホリプロと契約を結んでおり、レシピ集やエッセイの執筆だけでなく、テレビ、新聞などのメディア出演、講演活動などを多数行っている。最終警告。たけしの本当は、怖い家庭の医学並びに、後継番組の、たけしの健康エンターテインメント。みんなの家庭の医学では、数々の簡単で健康的な料理を披露し、さらに、認知度を高めた。 実際に、あまり食事を好まない委員長のビートたけしも、作った料理は必ず完食するほどである。父親は、土壌作家、農学博士の松尾義郎、松尾義郎、個人。ありがとうございます。